それは授業中突然来た。じじい、今変な音がしたよな。ビリッとかピキッとか。こんな一瞬だけの地震なんてあるか。何だったんだ。真実の教室へようこ。え、私の名は神。今から1年 C 組の皆さんにゲームをしてもらいます。誰だこんな悪ふざけしてるのは。どうか先生、まだ待ちません。この教室から出られるのは残った一人だけです。え、窓ガラスも割れないと外に出られない。どういうこと。どうやら閉じ込められたことによるパニックからはだいぶ落ち着いたようですね。大丈夫だ、すぐに外部の者が異変に気づいて助けに。ありえません、教室内は時間が止まってます。教室を出た時現実世界に戻り、また時間は進み始めます。そんなこと信じられるか。これから起きていくことを目の当たりにしていけば嫌でも信じるようになります。ではファーストゲームをスタートします。あることをした者から消えていき、残った一人が教室から出ることができます。え、それだけか。あることってなんだよ。おい神、ちゃんと説明しろ。ルールがわからなければ。すぐにわかります。どうか頑張って自分一人が残ることを考えてください。冗談だぞこれ。やだ気持ち悪い。落ち着くんだ。クラスの仲間みんなで協力し合って教室から出るんだ。第一脱落者中村先生、残り37名。先生が消えた。これが本当なら何とかしてガキども。先生の声。なんだ俺たちを。本心。嘘を言うと消されるんだ。そしてその後に本当に考えてた言葉が残る。な、何バカなこと言ってんだミキ。そんなことありえるか。第2脱落者タガミ君、残り36名。バカが、言わなければいいものを。それに気づかない奴らに喋らせればどんどん人数が減っていったのに。マジだ、嘘をついたら消されると決まったわけじゃないが、現実に人間が消えている。どうしたら教室を出られる。しかもこれはファーストゲームだ。待てよみんな落ち着け。先生とタガミが消えたけど、ここに死体がないんだから殺されたとは限らないんじゃ。もしかしたら二人は教室から出されて自由の身になったのかも。なるほど。第三脱落者小倉君、残り35名。俺が言ってることを信じて外に出ようとするバカいないかな。自分がバカじゃ。喋らないことだ。喋らない方がいい。そうだな、下手に喋ると消される。黙っていた方が。第4脱落者二藤君、残り34名。高橋、余計なこと言うな。喋らせなければ人が減らない。皆さん黙ってしまいましたね。これは時間の無駄になりますので質問タイムに入ります。そうですね、はじめに学級委員の渡辺君、なぜあなたは学級委員に立候補したんですか。喋らなければ。10秒以内に答えなければ消します。それは学級委員をやれば内申書が良くなると聞いて。お前何よ、あんな立派な演説しといて。内申書のためだけですか。みんなの上に立つのが気持ちいいから。真実です。真実。助かった。渡辺、お前最低だな。うるせえ、死ぬよりマシだ。うわ、切れやがった。どうせ一人しか助からないんだ。俺が出られた時ここで言ったことは外には漏れない。だったら正直に何でも答えてここから出るさ。では次は副委員長佐伯さん。佐伯さん、あなたも学級委員に立候補して副学級委員になりましたが、なぜ立候補した。